はい、言わないかい。あれ角刈り、角刈りにゃんは今日も角刈り始まりました。なんかすごいね、鮮明になってるね。本当だ、すごい。なんか後ろの背景すごくないですかこれ。おー、でかくなった。おすげえ。あいつじゃん、あいつじゃん、角刈りのあいつ。いえ、あいつって俺のこと。そうだよ、俺じゃねえしょ、俺じゃねえしょ。角刈りにゃんは掃除はって感じ。まあとりあえずあのあれ行こうか、タイトルコール。はい、タイトルコール、ニコ生ということで。はい、ニコニコ生で掃除。イエご機嫌だね、だってチェーン、ようやく復活したよ。パチパチ。もうあの普段昼まで飲んでるからさ。そうですね、あやばいっすね。そうそうそう、大変なよ。とりあえずじゃあ乾杯しましょう。イエーイ。あ、乾杯する。はい、ランピーも来た。あ、収入いくらって来てる。収入、収入。え、僕は月給5万です。俺もそうぐらいかな。工藤の息子に似てるじゃんってどういうことですか。あ、クドアスカ？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 いただきー！イエーイ！イエーイ！イエーイ！もう飲めねえって。もう飲めねえって。クドアスカ似てるって。じゃあ挿入の話しますか。挿入の話？挿入。左の人、吉本新喜劇の人？違う、ルミネの人だ、ルミネ座吉本の人ね。角刈りの挿入の話がめちゃめちゃ面白い。角刈りの挿入、この角をこう入れる、入れ込む。そう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 、角を挿入、角挿入。角刈りでクリトリス攻めるからね。キーも短い感じで、ね、ここのね、角度のここにあってね、角刈りの。ヤスはどんな人なの。ヤスはね、もういたって真面目。説明しよう、うん、説明しよう、説明してよ。説明のしどころがない何もない。何もねえよ。外出が綺麗っていうか俺が綺麗でしょ、まず、うん、てのあんま画質さ綺麗すぎると目の下のシワとかやべえからね。いや俺ツルツルだ。ツルツルテカテカ。あ、角刈り、ツルツルのテカテカの角刈り。角刈り何歳できてる。あ、角刈り、角刈り、角刈り何歳って。角刈りナウって今角刈りナウだ。角刈りナウ、角刈りナウっつって全然面白いやば。俺だけの笑ってやべえよ。でも草いっぱい生えてる。結構向こうの人も笑ってるよ。あー、そういうこと、画面越しの、うん、おはよう。しかもこれ従業員も見てて、なんかこの前の角刈りのやつめっちゃ面白かったって言ってましたね。角刈りだからね。ヤスいくつ？俺は30。ミルさんは？もう30って言ってもコメントしづらくなっちゃった。え、わら。みんな気遣いやもん少し。わらじゃねえんだよ。角刈り30じゃねえ。角刈りは30じゃねえよ。角刈りの方が若いから。角刈りの方がケツ多い、ケツ多い。角刈り24歳だけど。おじさん好きだって、来てよ早く。じゃあ角刈り24歳だよ。もう30なんてこんなにブリーチしたハゲちゃうよマジで。クドアスカ24歳なの。クドアスカ24、私より年下やんのって角刈り。いや私知らんし110番、110番私より年下やんだって。角刈りシャンコ作ろうって。まあまあいいね、パンチ効いてね。うん、角刈りのシャンプー作ろう。角刈りなんかやります。角刈り、角刈り、それこれ角刈りってこれやるだけじゃん。角刈り、エッジ効いてる角刈りだ。エッジ効いてるって。エッチな、エッチな、エッチな角刈り、エッチな感じにする。エッチな角刈りする。
エッチな角刈りってどうなん？エッチな角刈り。でも角刈りのやつってめちゃめちゃセックスガタガタしそうだ。角刈りの動きがカクカクしてたね。角刈りのセックスなら不器用そうだよね。あ、ちょうどいいとこ、いいものがあってここに。ほら、え、いや、これで切ったらもう、ま、角刈り、ま、マジで角刈り丸刈りできる、これ。おい、マジで本当見て、これいいもん見つけた、これ。公開カット、やばいでしょ。散髪、え、本当に今やったら、うん、これコメントしてる子たちは指名で来てもらえるの。カギガネ丸がいいかめっちゃけんで悪い顔しすぎとか言って、ね、悪い顔なんかな。え、ちょっと来た来た、はいはい、あ、犬逃がし先生来たよ。犬ファイター先生来た。また炎上するやん。お前な、お前何でやろ。そば何でやろ。そばでいないのよ、そば先生。そばビール飲める。アロエで。え、ビール飲めるの？ビール飲みます？アロエで。犬逃がし先生なら犬逃がしたのにまた来てます。犬逃がしてねえよ。角刈りが犬を逃がしたけど、正午。あ、でも角刈りは実家の犬を散歩してて、うん、逃がした。で、一、うん、回寝て起きたら、うん、犬がいなくなってたことがある。やば、それ逃がしたんじゃないですか、犬。え、もう飯ばっか食ってしょうがねえって。じゃあ本当に死に際の犬だった。マジで。奴は女を脱がしてやろう。ちょっとこれだけ言わせ、これだけ言わせ。本当に死に際の犬で本当にやべえみたいな。立てるか立てないかぐらい。で、目も見えなければ鼻も効かない、ご飯も自分で食べれないみたいな。でね、俺がね小学校の時に、はい、もう柴犬飼いたいっつってね、めちゃめちゃ可愛がってた。んで、そしたら。最終的に俺が最後散歩したら逃げてっちゃったの。それマジで。多分まあご主人いいやつだったから、死に際見せたくなかったんだろうね、俺の悲しい顔とかを。逆にあれじゃないですか、最後猫って死ぬ時消えるって言います。それ実は柴犬じゃなくて猫だったんじゃないですか、それ。いや、柴犬だよ。柴犬だった。柴犬だし、その犬飼う前に僕ちゃんって柴犬を角刈りにしようとしたんでしょう。乾杯。やめろやめろ。今隠し場、隠し場。今前飼ってた本当にソフトバンクの犬みたいなやつがいたの。あは。隠し場、隠し場。名前僕ちゃん。僕ちゃん隠し場。僕ちゃんは隠し場。隠し場。隠し場。白い白い。隠し場。今ちょうど角刈りで盛り上がってたから、これで切ろうかってやった。あー、いっちゃう、いっちゃいます。まあ、なんでもいいんだけどさ、まあ、別に、別になんだっけ。面白い武器がここいっぱいめっちゃあるんだよ、武器。すごいんだよ、まあ、犬逃がしたって言ったら惹かれるからやめてほしいね。それ証拠の話だし、隠しはメスになる。飼われてると言ったらちょっと違うなみたいなとこあるし。やばいじゃん、こういうの。昔こうやって手叩くとさ、こうやってさ動くやついるよね。そういうの欲しい。ウィン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 ってやつ。そういうのないの。わかります。わかります。こうやって手叩くとさ、昔こういうやつか、こうやって動くやつ、わかります。ファービーか。ファービーか。ファービーの。違う違う、こういうやつでこうやってさ、チューリップみたいな。ザファービーか。ファービーじゃないですよ。これだけ言いたい。なんすか。触んな。良いもある、良いもある。めちゃめちゃ言ってる。良いもあるね。良いもあってんのにこんなやつ。俺もう何でもいいと思ってるね、今日に関しては。触んな、おこ。もう。触んな、おこ。本当に、多分今、吐いてって言ったら、吐ける。ね。でもなんか。角刈り入ります。角刈り貼りました。角刈り貼ります。角刈りなんか眉毛出てますよ、これ。ちょっと違う、眉毛出てる。ゆうくん可愛いよ、やって可愛いキャラで言ってるんだ。触覚が出てる、触覚が。でもライト当たりすぎて、本当はここまで眉毛あんのに半分ぐらいしか映ってない。触覚が入ってる、触覚が。そう、欠けてるゆうさん、めっちゃキモいっすね。確かに。マジ。ちょ、顔面がセンターに寄りすぎる。これやばい、ほら。アングリーバード。ハングリーバード。ハングリーバード。ハングリー。うん、ハングリー。あ、そうちゃんは来ないです、今日。そうちゃんはいつも来ないね。来ないね。来ないね。次回あたりから。今日。それもやめとくかな。出れますよ、多分って言われて。うん、来ない。
で来なかった、うん、そういうことまあ来ねえだろうな、うん、なんかもうこの3人になってきてるもっと一番初めのやつ、ちょっと読むの焦ったやすい、それ一角狩り、俺の笑い方好きって来たけど俺大体人のことをバカにしてる笑い方してるよねって言われる。いや俺もそう言われるよく、ね、俺は結構バカにしてないんだけどねなんか言った俺はそんなことないけど、ね、角狩り地元どこなの？角狩り、はい、地元紹介イエーイ、はい、相馬、地元大阪です。大阪？奈良じゃないの？大阪や、うん、大阪西成が出身で、今は東大阪です、ね、大阪のどこって東大阪ですか？今西成やべえとこ来た、泥棒市場のとこじゃん鍋乗った時だってとこじゃん。生まれはこういうサンダルとか1個とかで売ってるらしいですよね。そうやな、え、実は、でも実は羽引きのヤンキーだ。違う、羽引きのじゃないから、羽引きの角刈り山梨って来てる、岸の里ってことです。それはね、バーチーだ。岸の里の岸の里、あの西成体型そっくりじゃん。岸の里じゃん。違う、やっとこれで食っていけるのじゃないから。だってまず同じ位置に並ぶと小顔効果がすごいもん。すごい相撲って言おうと思ってた。あんま変わらなくない、顔のデカさ。ほら、こんない、うん、ゆうさんもそう言って、別にゆうさんだってちょうど今ちょっと離れたもん。お前らみたいにピロピロみたいな、ゆうさんこうやってさ、こうやってピロピロなくても別にでかないよな。いや俺はでかいんだけどさ、ほら、ちょっと待って、いやでかいか、でかい、ちょっと待って、お前西成って10円とか売ってるよねとか言って書いてある。10円が売ってるというのは別にイエスかローかで言うとイエスです。はい、そういうことね。最近俺が気になるのがマックスさんじゃないですか。マックスさん、ナイキマックスさん、マックスさんね、マックスだね、うん、マックスさんが好きなネタがあって、うん、そう、今日なんか、うわ近い近いっつって、うん、俺が近寄ってないの、うん、誰が顔でかいやっつって、うん、誰が見せ、何笑ってんですか。それを1日2回ぐらいやらされる。ちょっとめんどくさい、すごい忙しい、すごい忙しいのに。ちょっとめんどくさい、ヤス近い近い、3D って言って。その話別にここですることじゃない。いやちょっと今ちょっと顔がでかい、思い出して。それマックスさんがいる飲み会でやるべきや。そうだね。マックスさん、ナイキの、何も言えない、何も言えない、ナイキの黒い人。ちょっとヤスこっち見て。あ、鼻がうるせえよ、鼻出てねえな。誰が鼻でかい。プロテーゼがね、はい。で、ヤスは地元どこ？ピーナッツだね。ピーナッツ、はとかマジで好きてんね、はとか言ってきてる。あ、千葉のね、あの田舎、ピーナッツ村、落花生のとこ。落花生向いたらたまにヤスが出てくる。そうそう、たまに2回に1回ぐらい、いい迷惑いい迷惑。花ピーナッツ、花ピーナッツ、花ピーナッツ。そういうことや、2回に1回出てくるの。豆ヤスってなるよ、豆ヤスでね、あ、食べたいって、ほらヤスさん出てくるの食べたいって。え、食べたいって。勘弁して。新しい顔だよっつって、ここあげようか、これ。なんで笑えよ。性的な意味。え、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで笑えると思ってんの。性的な意味とか、向いてヤス出てくるの。向いてヤスのヤスが出てくるの。そうそう、ヤスのヤスが向いてね。それ向いて出てくるやつ、祈祷ってやつだね。ピアスじゃねえよ、ほんまに。まあまあ面白いじゃねえか。卵あったらいいぞ。はーい。これすごいのか、ちゃんと YSU で書いてるのが偉いよね、これね。ヤスのヤス。卵あったらつが、あ、実家は養鶏場です。というか、ヤマピー熱愛ショックはマジいらんから。ヤマピー誰と熱愛だったの？誰と？それよりもあの、タカヒロじゃないの、今は。みんな。コケコッコ、角刈り。俺山梨なんですけど、はい。何、彼氏って言ってるけど、どういうこと？彼氏できた。彼氏できたってことやろ。おめでとう。彼氏に好かれすぎてもう立てない。ほんまに偉い下ネタやろ。どういうこと？ほんまにただの下ネタ。むしろ彼氏の立たせないとダメだよね。じゃあ疲れすぎてる件は CM 開けたら言いますか。そう。もしかしたらチンコ出しながら CM ね、開けたら出てるかもしれないね。ゆうさんがね、 CM！ ねえねえ、りょうくん
ストーリーやろうよ。あ、いいね、やろうよ。りょうくん、これやろうよ。あ、これね、いいね、いいね。イエーイ。めっちゃいい。いい感じ、いい感じ。俺らとストーリーを作れる場所。ハニー。じゃあとりあえず彼氏に疲れた話を広げよう。頻尿だ。エッチな話しよう。エッチな話を。エッチな話。エッチな話しよう。お店どこだって。アクア。お店どこ？アクアだよとか言って誰か教えてくれ。お店どこ？ゲロトーク、ゲロトーク。ゲロトーク。ゲロトーク今何分なの？あと15分で終わっちゃうよ。ゲロトーク。ゲロトーク。じゃあ、エッチなチンチンの話でしょ。チンチンの話。チンチンの話。うん、チンチンの話。みんなこれはあのメスが見てるのかな、これ。え？オスは見てないとメスばっかかな、大丈夫かな。メスだね。メスだ。うん、メスは、まあ、あんまエロいとこないんやけど。オスもいるかもよとか言って、俺もオスとか来てメスいねえのかよ、メス。ちなみにチンコ何センチぐらい？犬逃がしとメス。ソーマチンコ何センチぐらい？チンコ何センチ？これ放送大丈夫なのこれ？まあ、まあ何でもいいか。ベルトがチンコなんで。めっちゃ長いじゃん。これぐらいのボケでいいですか？それぐらいのボケしかかわせないね。ヤスはチンコ何センチぐらい？チンチョチンチョ？うん。チンチンチョ？チンチョどんぐらいなんだろうね。あんまなんか小さいとか言われねえけど。私にけど昔学生の時にね、女の子のお豆ちゃんじゃないですか。下のお豆ちゃん、下のお豆ちゃんがめっちゃでかいやつがいて、こいつチンコ生えてんのかなって思ったことは一回ある。なんかでも男性ホルモンとか打ったらでかくなってくるらしいな。あ、そうなんですか。うん、なんか聞いたことあるよ。チン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 何センチ？ヤス何センチ？大きいとも言われないな。チンチン24センチぐらい。外人じゃねえから。24センチぐらい。とかもう通常時で、ね、突き破れちゃうから。突き破れちゃうから。俺はちなみに今こっから先っぽが出そうなぐらい。臭っ。こっから出そうな。俺レベルや。俺レベルの話。こっから出てくって臭くないですか？それか大体立ってない時は担いでる。だってユウさんあれじゃん。じゃあ正面するときこうやって足上げればここから出てくる。こっちこうやってやって。じゃあユウさん片足がチンチンやから。片足がチンチン。お前片足しかないですよ。片足がチンチンや。担ぐから。チンポコチンって来てるよ。でもね、すごいすれが一文字ずつ増えてくる。チンチンの話興味ないやろ。確かにみんなあんまないよね。でもマジで飲みすぎてて、うん、立たない。それはある。それはわかる。本当朝立ちしてたら嬉しいみたいなとこはある。うん、今日立ったんみたいなとこは時はある。けど24でちょっとね、立たないの結構やばい。ちょっと待って、うん、24です。クララのクララは立たないんだよ。クララが立った。クララは多分ちょっとクリトリスがちょっと硬くなるぐらいだよ。それワード出していいのこれ。そんなにピーとかなんの。マイピー無理でしょこれ。コンプラ出ないの。コンプラ24ぐらいの時もうでも立てない。めっちゃ面白い。455読んで。455ヤスのクララが立った。ヤスのクララじゃねえよ。455だよ。ヤスのクララ違う。角刈りが立たないだよ。立ってるかなここ大体。立ちきるのこれね。立ってるかな。バ、マル、ク、彼氏と初角刈りも立たない。バイクで彼氏と初エッチ。角立ちぬって映画ありそうだね。風立ちぬみたいな感じでしょ。君の臭いから聞いてないわけ。誰に憧れて
ってやつでしょ。憧れなくなっているこういう感じでしょ。角刈りが憧れなくないですか。角刈り、いや似合えばいいんだよ、似合えば、まあ、だってさ角刈り認めちゃってるよ君らに関してはさ、なんか髪長いじゃん。だから逆にだって顔がでかいからこうやって持ってこないといけないからね。うん、まあ、それはわかる。ゆうさんけどちょいちょいなんか昔の写真で俺昔こんなかっこよかったんだよって。俺昔はかっこよかったよ。シャメね。俺昔はかっこよかったよ。角刈りじゃない時代のやつで。角刈り。角刈り髪伸ばさないの神になってる神。角刈り。無限に。角刈りの神が神になってる神に神。神になってる。ゆうさん髪伸ばさないの。飛べない角刈りはただの角刈りだ。髪伸ばしてるとまた見せる。ジャンプしてジャンプ。飛べない角刈りはただの角刈りだっていう。飛べないの角刈り。ジャンプジャンプ。ちょっと待って。ジャンプして。ジャンプしていいの？パルスパルスジャンプしてパルス。ええー、バルスってこうやってたのね。いや誰がひずめやお前。豚じゃねえわ。ふざけんなよ。紅の豚とバルスするとは思わなかったふざけんじゃねえよ。なんで俺ジブリでもジブリ違いやそれも。早尾もびっくり。勘弁してくれよ。それ早尾も引退したわけだよな。いや早尾引退してないから。いや復活したでしょ。復活した、復活した覚醒した早尾また。うんまたね、なんか魔女宅やんじゃない。引退したばっかりやん。角刈りの探検みたいな。何もホストのあれや、やめるやめる詐欺やん。何これ。ヤスさんってティッシュ入れたら鼻のこうってどういうこと。鼻の広がるあれじゃん。あこれの話ね。ああ綿棒でいつも鼻くそじんのこうやって。そういうことじゃねえのかな。わかんない今日全体的にトーク滑ってますね。そうみんなも滑りまくりだよ。ツッコミ来るね。ね、いや受け狙ってねえし。俺らも死ぬ日あるんだよ。やべ、今角刈り先生昔のイケメンの写真探してるから。イケメンの写真下向いてるから。下向いてる写真出てきた。これ大きくできるのかな。これ大きくできるのかな。これどこどこどこ。あいい感じ。あこれこれこれそれ何それ。あれのやつ出会い系の滑りやつ。これこれこれ。あ来た来た。俺の顔がでかくなっちゃった。あ拡大拡大今拡大する。誰が顔でかいやってなっちゃうから。これ早く出してよ。これこれ画像出せんのかな。ほんまにイケメンやってきてたから。ほらでかいでかい。髪伸ばすとかっこいいの。これさ、これ比べてみてよ。こうやって顔にこうやってやって。俺いらねえからこっち来てさ。どこ行ってる。うおーって来てる。だからこれほら全然違う人じゃん。一緒だわ。勘弁してくれ。全然違うだろこれ。詐欺だろこれ。これねちょっと出会い機やってみて、これで行ってみてくださいよ。あめちゃめちゃギャルルかな。ギャルルこの画像で。ギャルルかな。で会ってほしいそれで。それあったらさ、え、こんな角刈りじゃなくなかったみたいな。だ髪伸ばして上目遣いすればあの顔だから。だからやってる。50代50代ですか。50代はこれでしょ。それはこれじゃね、これだけどさ、あのゆうさんならタワーしたい。おおおおおタワー来てよ。タワーあのゆうさんに戻っちゃいますか。じゃあタワーしてください。いや伸ばしますか。あれがいいんじゃないですか。あのズラ買ってきてかぶってさ、こうやってズラそれか襟足だけちょっと X ちょっと待って、ちょっと一個言っていい。あの今日ヤス絡みづらいんだけど。ヤス今日非常に絡みづらい。そうだね、絡まわり。絡まわりだ。まあ、とりあえず乾杯しよう。飲まないと始まらない。また飲むんすか。絡まわり。ドンペリ飲みたいならすいません、入れられたことないんで入れてほしい。なくなりてやすの金隠し。うん、相馬の犬逃がし。犬逃がし。相馬先生今日なんかあんま喋んないですね。炎上が足りないもん。炎上が足りない。犬逃がしどこに書いてんの。犬逃がしみろ。まあ、逃がしたらわかるけど、そんなに楽しくないよ。犬ね。ただの。あ、ドンペリね、いくらだっけ、12万ぐらいか。マジです。と、え？マジです。あ、今日なんかそういえば角刈りはちょっと無理やな。角刈り無理や。12万。顔ちっちゃくねえからな。そう、今日めっちゃ面白い初回の方が来て、うん、ホスト初めてです、うん、コール始まりました、うん、すごいって言ってて、うん、え、コールいくらでできるのって言われて、あ、5万からだよって言ったら、
あ、5万でシャンパン入れたらこれできるよって言って教えてあげたんですよ、うん、そしたら、え、シャンパンタワー5万でできるんですかとか言って言われて、できねえだろ、ふざけんなよみたいなじゃあ12月の、なんだっけ、あのボーナス出たら、入れに来ますねみたいな言ってくれ、それまで生きてるかわからねえよみたいな話を今日したって、もう規模がでかかった、タワーって5万でタワーできたらさ、もう店見つぶれちゃうね。もうそんな話されたらもうこうなるよね。え、それやばくないっすか、それ、うん、面白くなかった、ここじゃなくて営業後話すなよ。それ言わんかったんですよ俺が今俺言おうと思ったけど言わんかったけどさ、じゃあお前ら喋れよなんか、じゃあまあまあ喋ってんじゃん、ふざけんな、ほら気になるって、怒ってる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 、ジジイおこだよ、うわ怖、血圧上がってきた、血圧本当に、じゃあ、白髪めちゃめちゃ生える、うん、血圧の薬あげようか、いや、血圧下げるやつちょうだい、下げるやつ、ジジイおこ、ジジイおこ、ジジイおこ、あ、また、またでも角刈りおこからのジジイおこ、やっぱりね、バスデーを終えて、みたいなところ、うん、そうそうそう、もうね、飲まさないでほしい、みんなありがとうございますだけど、そう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 、血圧っていうか、もうだってさ、まだ8月終わったのにさ、後祝いとかってみんなビンダめっちゃさ、こんなんさしてくるからね、ビンダ、あ、あれやばいよね、うわぁ、死んじゃえよ、もう月収3200血毛抜くぞ、だって3200、これ3200じゃねえ、3億2000万になってる、3億2000万ゼロ行こうよ、6000万だし、6000万、もうこの時点で絶対3億2000万ないから、ないねこれはちょっと絶対ないから、いや、リアルに血毛はマジで抜いてほしい、拭くとき不便、なんかね、ティッシュ絡めそうっすもんね、ユースあ、もう終わる、もう終わるもう終わんの1分前です、もう終わるけど、ティッシュはあれじゃないですか、ティッシュね、絡めそうっすよ、うん、ね、若干何もあしらってんだよ、若干俺ら適当なとこあったけど前回より人増えてるっていう、うん、増えてる、謎のことが起こったよね、終わりを角刈りってほら、次頑張るから、次煽りが来てますよ、終わりを角刈り、次頑張るから、うん、みんな角刈り夏終わるねとか言ってきてあ、まだ30秒あるよ、なんか言ってよ、まだ30秒あるよ、あ、今日終わりだし、なんか言った方がいいんじゃない、一言言うさ、何も言わねえよ別に、唯一かぶってない前これを、これ俺がかぶるつけよっか、前見えんのかな、はい、なんか言って、そんなに変じゃないし、ちょ待って意外と似合う、そんなに変じゃない、うん、今日は、はい、ありがとう、ごめんなさい、さすがとう、さすがとう、じゃあね、今日も枕